どんな国にだって外国人が困惑するルールってもんがあるんです。もちろんカナダにだってありますよ。お風呂に入るときに風呂桶に溜めていい水は9センチメートルまで？はい？そう、カナダっていうのはそういうお国なんです。さあ、いろいろと見ていきましょう。カナダのニューファウンドランド島では牛をペットとして飼うことは禁止です。子供の頃からの夢だったとしてもダメ。牛を所有することは違法ではありませんが、屋内にいさせてはいけないんです。オンタリオ州のサドベリーでは自転車にサイレンをつけてはいけません。違反者に課せられる罰金は50万円ほど。一方、笛やベルをつけるのは大丈夫。でもこういう法律があるってことは、自転車にサイレンつけたやつがいたってことですよね。プリンスエドワード島の町ソーリスでは75センチメートル以上の高さの雪だるまを作ると違法になります。まあ大きすぎると怖いですから仕方がない。オンタリオ州エトビコ、ここでは人々はお風呂の安全に余念がない様子。現地の法律ではお風呂に9センチメートル以上のお湯を溜めてはいけません。しかしどうやって違反を見抜くんですかね。いきなりお風呂に突撃してくるのか。アルバータ州に行ったら木製のはしごにペンキは塗らないように。違法ですからね。オンタリオ州オシャワでは木登りをしてはいけません。警察の厄介になることになりますよ。また木の枝にブランコやハンモックを下げるのもダメなので気をつけて。ブリティッシュコロンビア州ビクトリアにはこれまたヘンテコな法律が。路上パフォーマーは子供たちに風船で作った動物をあげてはなりません。あー、わかるわかる、あれやっぱまずいもんね。フレデリクトンの町では首にペットの蛇を巻いたり、トカゲのペットを手に持って外出すると違法。蛇や他の爬虫類を外へ連れて行きたいときはケースに入れて持ち歩きましょう。スーパーで小銭を使ってしまいたい？しかしそれには限度ってもんがあります。カナダでは支払いに使えるコインの数が厳密に決まっています。1ドル硬貨は25ドル分、5セント硬貨は5ドル分、1セント硬貨は25セント分しか使うことができません。ハリファックスでタクシー運転手として働くときは絶対に、いいですか、絶対に車の中で T シャツ短パン姿をしてはなりません。ノバスコシア州の州都ではタクシー運転手の服装が厳密に決まっています。襟付きの長袖にくるぶしまでの長さのズボンがそのドレスコード。暑い季節になった時は膝が隠れる丈のズボンであれば履くことが許されます。オタワの郊外の町カナタでガレージの扉にペンキを塗るときは紫だけはダメ。この色だけは罰金なんです。ブリティッシュコロンビア州エスキモルトでは雪玉を投げる行為が違法でした。今では警察の目を気にすることなく雪合戦が可能になっています。もう子供たちを逮捕しすぎて警察も諦めたってことなんですかね。サスカチュワン州フォートクアペルで靴ひも付きの靴を履いたティーンネイジャーとして表通りを歩くときは気をつけて。ティーンネイジャーは靴紐が結ばれていない靴を履いてそこを歩いてはいけません。罰金になります。1940年代にあったカナダの法律、犯罪行為を描いた漫画を所有、発行、販売する行為は違法でした。ってことはバットマン的なやつは大体ダメってことですよね。オンタリオ州ロンドンに住む人は芝生のお手入れは丁寧に、草の長さが20センチメートルを超えそうになったらすぐに芝刈りを。さもなければ町の職員がやってきて芝を刈りまくってしまいます。そして送られてくるのは多額の請求書なのでご用心。オタワではアイスクリームを日曜日のバンク通りで食べたら違法。他の日や他の通りであれば問題ないんですが、バンク通りで日曜日に食べたらダメなんですよ。そりゃダメだよお兄さん。バンクーバーでは1947年から1986年まで水曜日に街の中でストーブを売ったら捕まりました。いや、わかります。でもなんでって聞くのはダメです。次行きます。オタワでは自転車の曲芸はダメ。自転車に乗っている最中にペダルから足を離すと法律違反になります。
お次の法律は明らかにサンタさんをターゲットにしています。オンタリオ州では馬の手綱にベルを2個以上つけた状態でなければソリを高速道路で走らせてはいけません。トリビア1ペニー硬貨はカナダではもう使われていない。トリビア2ペニー硬貨をカナダで破損させると違法ですから、1ペニー硬貨を引っかいてもドリルで穴を開けても線路の上に乗っけて電車に潰させてもダメ。気をつけて。プリンスエドワード島のシャーロットタウンではいたずらで誰かの家のドアの呼び鈴を鳴らしたりノックしたりしたら違法になります。ピンポンダッシュは法律違反。カナダでは公の場で絆創膏を剥がしてはいけません。これは法律で禁止されています。わかったか、このかさぶた野郎。オンタリオ州ワワでは日曜日に公の場でイチャイチャすると違法。イチャイチャの定義にはいろいろな解釈があるにはありますが、とりあえずキスとかハグは日曜日にはしちゃダメですよ。オンタリオ州アクスブリッジではネットフリックスで好きな映画は見られないかも。その理由はネットの回線速度にあり、現地の法律ではネット回線は56キロ以上の速さが禁止されています。少しでも速くなれば犯罪者。90年代のダイヤルアップモデムのあの速度じゃないと許してはもらえないんです。カナダでは女王陛下を脅かしたら違法。捕まります。ほーら、わっ、あ、すみません女王陛下。カナダではこれも犯罪。特定の場所を悪臭で攻撃してはならない。これ違法なんです。カナダの法律によればラジオで放送されるコンテンツの 35% 以上はカナダで作られたものでなければなりません。とはいえこのルールが適用されるのは月曜日から金曜日の午前6時から午後6時まで。ケベックでは他人のふりはしないように、外国人のモノマネは犯罪行為で罰金が課せられます。1995年まではオンタリオ州では黄色いマーガリンを売るのが違法でした。どういうことかというと、マーガリンを食欲をそそらない白い色にさせることで消費者にバターを買わせるという意図があったのだとか。カナダでは決闘を申し込んでも決闘を受けて立っても法律違反。アレクサンダー・ハミルトンがそのことを知ってさえいればな。アルバータ州カルガリーへお越しの際は処方箋なしでコンタクトレンズを買ったら違法。コスプレ店などへ入るときはご注意を。ケベック州ビーコンズフィールドで家を買うときは2色より多くの色にそれを塗ってはいけません。塗ってしまえばそう罰金刑です。明るい色はいくらでも OK ですが1色か2色で抑えましょう。アルバータ州セントポールでは午前0時1分から午前6時までの間、15歳以下の子供が保護者の同伴なしに公共の場にいてはなりません。違法なのだから夜中にお子さんが抜け出す心配はないですね。あーよかった。トロントの公園では侮辱的な言葉を口に出すことが違法となっています。モントレオールでは売り物というサインをつけたままの車を運転したら違法です。ご自分の意思を世界に知らしめて走り回りたい方はまずは止まって窓に文字で書くのがいいかも。カナダの航空法では飛行中に飛行機から外に出るあるいは中に入る行為が禁止されています。ただし例外も認められていますよ。パラシュートで飛び降りる際はパイロットの許可を得ることで行うことができます。飛行中に中に入る行為はまあやってみればわかるでしょう。オンタリオのホテルで宿泊料を踏み倒しちゃいけません。現地の法律ではホテルはあなたの馬を売ってそのお金を回収する権利を有していますから。カナダでは暗い色をしていないソフトドリンクにカフェインが入っていたら違法でした。今ではグレープ味でもオレンジ味でもカフェイン入りのソーダを楽しめます。それでもあいつよりは量は低いはずですけどね。暗い色のコーラ的なあいつよりは。複数のカナダの自治体は美観的な理由を根拠に物干し紐を禁止したことがありました。しかし地方の自治体はこの禁止を解除しているんだそうですよ。あーよかった。ブリティッシュコロンビア州オークベイへしゃべるオウムと訪れる際は気をつけて。オウムの声はうるさすぎてはいけません。1万円の罰金となります。こいつが何欲しそうにしてようが関係ねえんだよってうるさいぞ。
アルバータ州では誰かの木製の義足に火をつけたいと思っても我慢しましょう。それをピンポイントで禁止する法律がありますからね。もちろん冗談で言ってるんじゃありませんよ。皆さんが一番笑ったカナダの法律はどれでしたか？コメント欄で教えてくださいね。動画の高評価とお友達へのシェア、ブライトサイドのチャンネル登録もお願いします。ブライトサイドの動画はまだまだたくさん、引き続きお楽しみくださいね。